どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は緩和批判やめようねということでお話をしていきたいというふうに思います というわけでジャニー喜多川氏に対しての問題を告発したカウアンさんに対しての批判っていうのがね、まあ、以前からたくさんありでそのことについて、まあ、私的には緩くつれ、ね、触れてはきてるんですけどちょっとどこかではっきり言わなきゃいけないなと思いつつちょっと放置してきたというかちゃんと言ってこなかった自分自身もちょっと反省なんですけど。 ちょっとねさすがにひどいんじゃないのかなっていうふうに思ったんでこの話を取り上げていこうと思います。でこれね言いにくかったのはあのやっぱりカンワンさんを批判してるのがジャニーズタレントのファン応援してるファンの方にめちゃくちゃ多いからですよね。でそこに対してなんかな私もなんかほら今回の件いろいろ被害者がいてですね当然タレントは被害者だし。 なんて言ううだろうなフ,ァファンも一種の被害者みたいなものだよなと思いながら見てたのであの何て言うんだろうな別に普通にねただただ応援してただけじゃないですか。でその何て言うんだろうな、まあ、それが実は何かこう被害に遭ってたかもしれないとかね、まあ、それはわかんないとか、まあ、いろんな気持ちがあるのはたくさんこうねあの、なるべく見させていただいたんですけどまあ そういういいいことななのでで悪いわけじゃないんでねあの多少の批判についてはカウンさんはもうちょっと名前を出しちゃった人と,もいるとかもいるから、まあ、ある程度は許容しなきゃいけないんだろうなあるいは、まあ、そういったことを覚悟しながらカウンさんも言ってるからみたいなところで言いづらかったのもあってあんまり言ってこなかったんですけどさすがにちょっともうあの今1000超えてるなと思ってるんですよ最近はね特に。やっぱり あの話としててててめちちちゃゃゃくく大ききなっっそれとともにやっぱりその批判の声もなんかどん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 ひどくなってるような気がするんですよね。であの本当にねなんかまあ大体いい批判の論調は一緒でというか一番多いのはやっぱりあのセカンド○○の話で本人が望んでないにもかかわらずカオンさんが別の方の名前を出しちゃったということで。 でそこについてはカウアンさんもずっとそのことについて反省もしてるし何回もそういうこと言ってるわけですよね。だからそので言うてカウアンさんも被害者ですからね。で被害者でその、うん、まあ言ってしまったっていうところがあるんで多少の批判というかまあそれなりに批判されている分実はしょうがないんですけどなんかね ちょっっととつこいいんじゃないかなか思ってさすがにそうでこういうのあんま言いたくない <laughs> 言いたくないんですけどねだってファンが悪いわけじゃないからねただあのいなんて言うんだろうこうどこに向けていいかわからない怒りみたいなものがなんかいろいろ溢れてるような気がしていてそれが攻撃しやすいカンンさんに向いてるような気もするんですよね。でで、まあ、この件でやっぱ やっぱり一番悪いのは当然ジャニー喜多川さんでありそれからその周囲の人間がいさめなかったことでありそれからそれを知りながら報じてこなかったメディアそして、えー、裁判認定されたにもかかわらず警察も動かなかったとかまあまあそれなりに悪い方々はいらっしゃるわけでそっち側に対して批判するっていうことについてはまあそのねほなんか言論の自由の範囲の中だったら全然いいと思うんですけど なんかやっぱり気になるのはその被害者に対してもその刃が向いちゃっててその、うん、もういいんじゃないのかなと思うんですよねまあその名前を出しちゃったのは悪いかもしれないけど何回も謝ってるんだからちょっとそろそろ許してあげてほしいなっていうのが私の意見ですかね。そううだから、うん、なんからんんな ちょっとずつ収まるもんだと思ってたんですよ、私。だからその辺を期待しながらなんかうんうんってこうこちらもなんか複雑な気持ちというのかなそのファ,ファンですからねだってまあそもそも夢夢見たくてっていうかアイドルってやっぱ夢を見せるもんだからそれを見てたらある日その夢が勝手にパンというのが今の状況だと思うんですよね。それはジャニーズファン全体に今広がってると思うんですけど、 それでどうしたらいいかわかんないし人によってはちゃんと追求した方がいいとかあるいはまあほっといてくれとか、まあ、夢を見せてくれればいいんだとかいろんな意見があるんですよね。でもそこでやっぱりこうある種の怒りみたいなものですね大事なもの大事にしてきたものがある種壊されたような気持ちになってこれ向けてどこに向けていいかわからない怒りっていうのがやっぱりねカオンさんに向いてるような気がするんですよね。だから、<laughs> その… 日常においてもみんなミスすするじゃないですかミスしてそれで謝ったら許すじゃないですかそれで良くないですかっていうのが私の意見でまああんまりこれも言,言いたくないんですけどねあの <laughs> これ言ったことによって私まで批判の対象になるからまああんまり痛かなかったんですけどねはいという話がありましてでこれをねちょっと何で言おうと思ったかっ 言うとちょっと別件でまたカウアンさんが批判されてる件があってこれ、立花さん周りの話なんですけどはいこちらでね、立、え、花、っと、さんのチャンネルでもなんか解説されてますけどカウアンさんからね電話かかってきたみたいで,で要は発端は立憲民主党にカウアンさんが呼ばれることになりましたと。 まあそれを政治利用されるというのを立花さんが危惧してというか多分誰でもそう思ったと思うんですけどそれをまあある種止めたんですよねそしたらカウアンさんが「分かりました」って言ってなおかつあとガーシーさんとかも止めたみたいな話も聞こえてきてるのでまあ傍から見てると今回のその告発についてスタートがガーシーさんだったりその後政権放送で取り上げたのが立花さんなのである種恩人かのように見えるんですよね。 でその人たちが止めたからやめるんだろうなと思ってたら翌日その立憲民主党の、まあ、いわゆるヒアリングに普通に参加してたんでどうなってんだっていうことで批判が渦巻いたんですよね。でかつやっぱりその立花さんとかガーシーさんの支持者の方々がやっぱりないがしろにされた気持ちになってあれはないんじゃないみたいな批判を向けたっていうのがちょっとあってですね。ね。そうで何て言うんだろうなこう。 普段だったら全然いい,い,いというかその言うてやっぱり漢は岡本さんはひ被害者だしそもそもなんて言うんだろうなやっぱりこう男だったりするから被害者とも見られたくないわけですよ。で自分がさらしたくないこともさらしたりとかしてで今いろんなとこ行っていろんな話してるから常にやっぱり過去の話をしなきゃいけなくてフラッシュバックが常にこう、まあ、どういう状況かわかんないんですけどいっぱいいっぱいの状況に普通に考えたらなるわけですよ。 で、そんな中でやっぱりポジションとしてどん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 こう重くなっていってやっぱり青白王子のチャンネルでもやっぱりそういう立ち位置になってきちゃってるよみたいな話であの求められてることも大きくなってるとかだけど揉めたくないとかジャニーズ事務所は大事だし守りたいとかいろんな気持ちが多分ねうわーってなってると思われます。だからそそもそもここ 告発するだけで普通だったら大変なことをやったりもかかわらず社会,か社会問題化しそのこと自体は良かったんだけれどちょっとねキャパチシティを超えている状況になっているところで、まあ、ちょっといろんな批判が渦巻いてるのであの今ちょっと大変な状況みたいですということで、まあ、その電話を受けて橘さんがそのあたりを説明してカのアン君をちょっと今休んでるんでねみたいなことでちょっとあまり。 責めたりしないように彼は被害者ですからってていう説明をされてましたとであとご本人もですねこれはえっと和、えっと、小本さんのツイートですけども誰かがこの件で僕も含めて命が絶つようなことがあるのが一番怖くなりました僕はもう自分に嘘つきたくないし誰かを憎みたくない感謝も消えない被害者の方々やまだジャニーズ事務所に所属されている他人と人間の心のケアを優先してあげてくださいそのためには一人一人の心の よりどころを作りながらどうか慎重に動いてください。どうかその心を無視して強行突破しないでください。ということであの、まあ、自ご自身だけのことではなくてですねさまざまなことを,方を心配してでご本人はパニック障害が再発し,、ま、してしまったのでしばらく休みますということになりましたって感じでね。 だから、うん、彼のやっぱりいい意味でも悪い意味でも、そのキャラクターがなんか、まあ、ちょっと生意気そうに見えるキャラクターになるんですかね、私は普通にかっこいいだけって感じで見てるんですけど、なんかそのあたりがやっぱり言ってもいいとか、あと過去のね、彼の本当にジャニーズのジュニア時代の動画を貼り付けて、彼はこういう生意気なやつだったからっ,つって叩いてる人もいるわけですよ。 いやそ,それはないんじゃないかと20半ばの人に対して小学生ぐらいの時のやっぱり行いとか中学生ぐらいの時の行いを持ってきて批判っておかしくないですかというところで別にまあこうそれがまだね普通,ふふ普通の状況の時だったらやっぱりタレント批判みたいなこと起きるから多少は許容されるのかもしれないけどちょっと言うてねやっぱり行き過ぎてると。 いうことであの本当に忘れてはならないのは彼はあの被害者ですよね。でそしてそれを言うっていうのは普通はきついですと。であの何て言うんだろうなあ,あとね売名行為みたいな話も出てるんですけどであともう一人カウアンさんと一緒に告発、えっと、立憲民主党のとこ行かれて告発された。 えっと橋田さんもおっしゃってましたけどちょっとあの売名みたいに見られるんじゃないかっていうことをすごく心配もされてね要するに自分がリスクを冒して顔も出して名前も出して枯渇してにもかかわらずあの売名みたいに思われるのが一番嫌だっていうふうに言っていてねまあその気持ちはめちゃくちゃわかるじゃないですかだけど巻き起こるのはその売名みたいな話であのそこはちょっとあまりにもかわいそうな気がするのとあと 私個人としては、これはもう個人の意見ですかね。仮に売名だったとして、何が悪いのかなって思うわけですよね。それだけのことをされてるじゃないですか。だから、その別に、なんていうんだろう、こんなことで名前が売れたところで、そのなんかプラスですかみたいな話ですけど、でも、そのリスクを背負って売名でもいいから、その許せないから訴えるとか、売名でも何でもいいから、あいつ許せないんだってなってもおかしくないぐらいのことしてるじゃないですか。 だし今までそうやってそういう思いで告発した人もいましたねもう見消してきたけどだから今回も同じようにそういった過去の方々と一緒にジャニーズ事務所ではなくて一般の人の声で潰すつもりですかって話になっちゃうわけですよそれってジャニーズ事務所をがやってきたその何て言うんでしょうねこう圧力行為と同じじゃないですかっていうふうにあの私としてはちょっと思ってしまって。 多分一人一人はなんか多分みんな優しい人だしいい人だしまあ何て言うんだろうなとまあファンがゆえに自分が応援してるタレントを大事にしたいがゆえにの正義の行動だったりさまざ、あ、ま決して悪意を持ってねみんなやってるわけじゃないっていうのは分かるんですけどそれが集団になり束になった時にどんだけの刃になるかっていうことですよね。今ままでで、そのの、のことであ,の、まあネット上ので 刃で亡くくななった方がいいいらでででもいるわけじゃないですかで今回の件はまあ、繰り返しになりますけど彼は被害者なのであってで何か彼にが気に食わないことがもしあるんだとするならば彼が本当にこの状況を乗り越えてま何、あ、かこう普通の活動に戻ってった時に何かそういった機会があった時にまあ何て言うんだろうなどうしても言いたいことあれば言うべきかなと思うんですけど今この 本当に今すごく一番大変な状況なのでまあものすごく怒ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけど少しねあの温かい目で見れなかったらちょっと見ないようにするとかしてあのゆっくりゆっくりこ,うこの状況を見守ってほしいなっていうふうに私個人としてはねちょっと思うかなって感じですかねはいという形でまあこういうことを言うとねまあ怒られるというかあの。 批判されちゃうんですけどねまあでもやっぱり良くない良くないっていうか少なくともうんやっぱ大変な時に人を追い込んじゃいけないと私は思うんでねそのあたりはぜひあのそういった理解がそのジャニーズファンの皆さんに広がって、まあ、それこそみんな,なんかそのファンをの私は誰かを応援するって気持ちあんまりなったことないからすごいなと思ってるんですよみんな,なんかその自分じゃない誰かを一生懸命応援してってそれってそれこそ愛じゃないですか。 でそういった愛をいい方向性に広げるっていうんですかね、そういう方向性で何かうまくね、ファンの皆さんもうまく連帯というか、連帯もしなくてもいいんですけどね、愛を持ってこの件に、何て言うんだろうな、向き合うのは難しいかもしれないけど、ちょっとね、見守ってあげてほしいなっていうふうに思いますというところですかね。はい、以上でございます。まあ、ちょっとね、もし何か反論というか、 あの文句が <laughs> もしあればコメント欄の方に書いてください。あの、私も反省します。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。